こいつがジジイの敵か。夏、落差せ。おい、マカロフの血族か。俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ、墓を作って拝んでやるとするか。 雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。 雷炎竜100倍返しだ。 俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。滅裂王妃、カイ、試練爆雷。 頼んだ。
これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目、開眼。出て神勢魔道の神話、ここからはウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔道の神話、 なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だがそのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。今宵ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。私はいよいよ手に入れるのだ。未知なる魔法。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ。立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ヤマコネメシス、アマテラス百式。まだまだ。カット、行くぞ。エンタグリソード。頑張ります。ここからだ。あい
イスメイク、フワー、これからよ。負けるというのか。勝つのは俺たちだ。リーダー、魔道を進む者の頂にたどり着く日までは悪魔は眠らない。行け、フェアリーテイラー。滅霊魚カイ、ジュレンバックライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。じいちゃん、もう
よし。そうだな。ふん。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらおう。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。知らぬクズ、冥界へ落ちるがいい。
アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ。この声、抗えないものだ。この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。あ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、
個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探しに行っちまったが、ごめよ、ついてかなくてよかったのか。もし天狼島が見つかっても生きてるかわからねえんだ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。お前ら、大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。なんとか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。やつらの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。そうね。よし。
まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。待ってね。
よいしょっと、よいしょっと。はい。ああ。よいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。
いしょっと。どうした？お宝だ！鍵が開かない。あ、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。え、ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルズも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよ内中。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって、よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文なしですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。行くかな。よし、ここだ。
来書によると、ここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。行きましょう。よいしょっと。
依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラ、どこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。アリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人はいないギルドだったのに。さて次は、
一緒っと。よいしょっと。よいしょっと。帰ってきたぞ。頑張ってるみたいだな。調子いいじゃない。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ様。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ次。仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。そうだ、
密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルーシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。